雪の女王をイメージした12月の壁面を作りましょう。まずイメージを簡単に絵にします。女性横顔シルエットで検索して、白い画用紙で横顔を作ります。口のところから白い絵の具かポスカを使って息を吹き出している様子を大きく描きます。冷たい息が全体に広がるイメージでどんどん付け足しましょう。絵の具を綿棒の先につけて点々を描くと、粉雪が飛び散っているような感じになります。お花紙で作った小さい雪の結晶を口の近くから広がっていくようにスティックのりで貼ります。コピー用紙で作った雪の結晶もスティックのりで貼りましょう。顔の周りにお花紙で作ったポインセチアを飾ります。木工用ボンドを使うとしっかりとくっつきます。顔から離れたところにも全体のバランスを見ながら雪をイメージした青や白のポインセチアを貼っていきます。お花紙の先を細く切ったボタン雪も飾りましょう。お花紙のパーツを貼り終わったら、空いているところに粉雪を付け足します。指先に絵の具をつけると、大きめの粉雪が簡単に描けます。綿棒で雪の結晶から外に向かって広がるように描くのもいいでしょう。曲線と点々が動きを、ポインセチアが立体感を出す壁面が出来上がりました。青いポインセチアは雪の女王のヘアドレスをイメージしました。口元から冷気が壁面いっぱいに広がっていきます。壁面全体が出来上がっていく様子を見てみましょう。今回の背景用紙は青い包装紙を3枚つないで作りました。画用紙で女性の横顔と手を貼り、口のところから白い曲線を描きます。曲線は背景全体に広がっていくように描きましょう。絵の具を綿棒の先につけて点々を描くと、粉雪が飛び散っているような感じになります。お花紙で作った薄くて小さい雪の結晶を貼ります。コピー用紙の雪の結晶はお花紙よりもくっきりとした印象です。切り取った真ん中の部分も使います。顔の周りにヘアドレスのようにポインセチアを貼ります。残りのポインセチアも全体のバランスを見て貼り、お花紙の先を細かく切って作ったボタン雪も散らします。最後に白い絵の具で粉雪を付け足して完成です。それぞれのパーツの作り方は終了画面か説明欄のリンクからご覧ください。左右逆向きでもいいし、女性のシルエットがなくてもできます。飾る場所に合わせた壁面制作をお楽しみください。